どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、乗れば乗るほど当選確率が上がる、毎月100人につき1人 ANA スカイコイン5万コインがねもらえるキャンペーンが開始ということで、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。またねちょっとねおまけということで、マリオットボンボホテルのですねキャンペーンね延長が発表されておりますんで、こちらね解説一緒にねやっていきたいというふうに思います。基本的にはですね、抽選のキャンペーンっていうのは全員ね利用することができるわけではないので、動画解説ね出させていただいてないわけなんですけども、2020年ね10月現在ですね、 GoTo トラベルキャンペーンがね行われているということもありますしね、先日こちらのね動画で紹介させていただきましたけども、 ANA プレミアムポイントね 50% 増量キャンペーンもあるということで、またですね今日ね紹介させていただくキャンペーンについてはですね、対象運賃がですね何でも OK ということで、まあ何でも OK っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけども、前より積算がね対象の運賃であれば利用できるっていった形になっておりますんで、じゃらんとかですね、楽天トラベル、ヤフートラベルといったね、まあ旅行会社をね利用した際もですね、今回のキャンペーンね対象というふうになりますんで、こちらね当たれば結構ね大きいかなというふうに思いますので、今回ね解説やっていきたいというふうに思います。ではですね、今回のキャンペーンの概要ですね。期間中に国内線2区間以上搭乗された方の中から毎月100人に1人5万スカイコインがねもらえるっていったキャンペーンになっております。期間はですね、2020年の10月15日から2021年の1月の15日までっていうふうになっております。こちらねエントリー必須のキャンペーンというふうになっておりますんで、エントリーフォームに関してはですね、こちらの動画の概要欄に入れておきますので、そちらね利用していただければなというふうに思います。応募条件に関しては2区間登場で一口応募というふうになっておりまして、まあ、4区間登場すればですね2口応募ができるっていった形になります。ですので、まあ乗れば乗るほどですね応募ができるっていった形になっております。でね、対象路線については ANA 便の国内線全路線というふうになっておりまして、提携会社がね運行するコードシェア便については ANA-NH 便でね予約搭乗したもののみ対象っていうふうになっております。で、対象運賃に関してはですね、先ほども言いました通りマイル積算可能な国内線全路線っていうふうになっております。で、対象者に関してはですね、こちら ANA マイレージクラブ会員全会員というふうになっておりますんで、中にはですね結構知らない方もねいらっしゃるのかなというふうに思うわけなんですけども、この ANA マイレージクラブ会員自体はですね、特にクレジットカードとかをですね発行しなければいけないみたいなね縛りはありませんので、もしねこの動画見られている方で、まあそこまでいらっしゃらないかもしれないんですけども、もしね ANA マイレージクラブね会員入ってない方であればですね、とりあえずね登録してねエントリーだけはしていただければなというふうに思います。でですね、抽選期間とスカイコインの付与時期についてはちょっとねこちら期間がね分かれてるっていった形になっておりますんで、後でね解説させていただきます。では次にですね、キャンペーンの流れですね、ちょっとこちらこんな感じでねなっておりまして、エントリーねしていただいて、各抽選期間の中で ANA の国内線2区間以上搭乗っていう形になっておりまして、その後にですね ANA マイレージクラブにフライトマイル積算っていった形になりまして、まあ、抽選でですね100人につき1人5万スカイコインがねもらえるっていった形になっております。でですね、次に抽選期間についてですね、こちら公式サイトを見るとですねこんな感じになっておりまして、抽選期間はですね 1,2,3 っていう感じでね分かれております。抽選期間1については2020年の10月15日から2020年11月の14日っていった形になっておりまして、この期間に2区間登場されて応募された方はですね、スカイコインの付与時期が2020年の12月下旬っていう風になっております。でですね、抽選期間2つ目ですね、2020年の11月の15日から2020年の12月の14日っていう風になっておりまして、こちらの場合はスカイコインの付与時期が2021年の1月下旬っていった形になっております。で、抽選期間3つ目ですね、2020年12月の15日から2021年の1月15日の場合はスカイコインの付与時期が2021年の2月下旬っていう風になります。まあこちらのキャンペーンはですね年内っていうわけではなくて、まあ年をまたいだねキャンペーンっていう風になっております。でですね、この抽選期間については3つね
期間が分かれているっていった形になっているんですけども、こちらはですね一応抽選の関係で分けられているだけっていう風になっておりまして、まあ、どのタイミングで登場されてもですね2回ね登場すれば応募することがね可能という風になっておりますんで、仮にですね10月20日に1回登場してですね2回目を12月15日にね登場した場合は、まあ、この2回目のね付与時期で抽選されるっていった形になります。またキャンペーンの当選に関してなんですけども、当選してもですね何かね連絡があるっていった形ではなくてですね、スカイコインの口座に5万コインがね急に付与されるっていった形になりますんで、応募された方はですねこの抽選時期っていうのをまあ大体覚えておくとですね自分がね当たったかどうかっていうのがですね分かるっていった形になりますんで、覚えておくといいのかなっていうふうに思います。でですね ANA のキャンペーンについては今回ねこれで終わりというふうになりますんで、この後のね動画についてはちょっとねこちらおまけ程度にね見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、こちらね一応ね動画にさせていただいたマリオットボンボイホテルの1滞在につき2500ポイントがねもらえるキャンペーンっていうのが、まあいつからだったかな、2ヶ月前ぐらいからね開始されてたわけなんですけども、こちらですね、まあ、内容に関してはですねこちらね動画出しておりますんで見ていただければなというふうに思うわけなんですけども、こちらね本来10月の18日でキャンペーンね終了っていうねアナウンスが事前にねされてたわけなんですけども、こちらの内容はですね私の動画のねコミュニティ欄でもねつぶやかしていただいたんですけども、ちょっとね見てない方もねいらっしゃるかなというふうに思いましたので、今回この動画にね入れさせていただきました。10月18日で本来終わるキャンペーンだったんですけども、11月の10日までねこちらのキャンペーン延長っていうのはですね発表されておりますので、こちらですね覚えておくようにしてください。まあこちらのキャンペーンに関してはですねマリオットボンボイホテルの公式サイトからね予約しないとこの2500ポイント1滞在につきねもらえるわけなんですけども、こちらは公式サイトのみね対象という風になりますんで、まあ中にはですね楽天トラベルとかねヤフートラベルとかそういう外部サイトで予約した方もですね、まあ、もらえたっていう話もねちょこちょこ聞いているんで、まあ、どう判断されてるのかちょっとわからない部分はあるんですけども、まあ、基本的にはマリオットボンボイのね公式サイトで予約したもののみ対象っていう風になりますんで、1滞在のね宿泊であればそれだけで2500ポイントね追加でもらえるっていった形になりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。またね10月の23日からですね東京都民の方限定にはなるわけなんですけども、まあ、上乗せのねキャンペーンっていうのも予約始まりますのでお得にね利用できるかなっていうふうに思いますんで、こちらね延長されたっていうことはですね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。またこちらの東京都民のね限定の上乗せキャンペーンですけども、まあ、キャンペーン名がもっと東京キャンペーンだったかな、こちらについてはですねマリオットボンボイのねホテルデスクの回答だとですね GoTo トラベルキャンペーンに参加されているホテルであればこの東京都民のですねもっと東京キャンペーンですね参加ということになっているそうなので、まあ基本的にはですね利用できるかなというふうに思っておりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回ですね毎月100人につき1人 ANA スカイコインが5万コインがねもらえるっていうキャンペーンと、まあ、ちょっとおまけでねマリオットボンボイのねキャンペーン延長ね解説させていただきましたけども、 GoTo トラベルキャンペーンね利用されて飛行機乗られる方は、まあ、ANA にね乗ればですねこちらね対象っていう風になりますんで、ぜひねこちらキャンペーン参加していただいて、2区間でね応募できるっていった形になっておりますんで、行って帰ってくればですねこちらのキャンペーン1回ね応募できるっていった形になりますんで、ぜひねエントリーしていただいて参加してみていただけたらなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。